軸足がっつりフルサイズもうこれ明確ですこれはこう誰も言わないんだよねこれね俺よくないと思うなこれこうどうなんの深瀬君これってもう明確なんでしょソニーはさでしょうねすごいもうそこめちゃくちゃ俺もやもやするの俺ここの部分って関してさあなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファで僕だったら間違いなく R5 ですで正直でも迷うまでもないです6700と R5 と迷うな例えばじゃあこれが まあ僕は可能性としてもちょっとあるのが例えば野田さんが極端に体力のない方ですね体が小さい腕力が非常に少ないという方で R5 は大きいでも6700は小さいというもし可能性があるとするならば迷って6700という選択ももしかしたらあるかもしれないですけどこれもかなりレアなケースですこれは可能性だけで言ってます。そうじゃななくて普通の方であるならば えー、ア,ルアルファ7、R5 を買う、要は経済力があるならば、もう僕はもう迷わずこっちをええの選んでくれって言います、6700の話は僕、一切しません、正直言って、うん、それぐらいもう、僕はもう、そもそも金額がね、海風<あ>、まあ、さんも言ってますけど、もあまりにも違うから、そう選択肢として、うん、俺もそうなんだけどね、まあ、選んじゃおかしいんだよね、そもそも。 野田さんんは迷ってるんですよそれは個々人のそれは問題ですからそれは、うん、普通、迷わないって言ったって野田さんは迷ってるんだからそうしょうがないんですそれは、うん。だったら明確な違いと後押しをしてほしいとか要はそ,のあそんなに違うんだっていうのは客観的な意見でして欲しいわけですよそんなに違うんだっていうところに僕はそんなに違うっていうのは僕は伝えたいです明らかに違うっていうの、うん、ここは非常に違います、うん、この後の後展開としても違います。 あのアルファ 7R5 が買える経済力があるんだったら、この後のフォトライフを全然違います、ここに関しては、これははっきり言っておきます、選べるレンズの種類、機能、あと写真の立地さ、もうはっきりで桁違いでございます、6700のこのレビューをしている発表、を見せたい、非常にハッピーだという中で、こんな話をするのは、非常に僕はもう恐縮でございますけども、やはり僕は何度も言いますが、部員の方のメリットを最優先するんで、ここははっきり言います、ここはもう桁違いでございます、はっきり言って。 7ーと比べたって違いますよもちろんねね違いますここ、うん、に関してはまあ迷わずもし買えるんだったら野田さんがまあさっきも言いましたちょっと話が重複しますが、えー、実は腕力が極端に少ないので、えー、R5 みたいな大きいカメラが使えるか心配だだったら同じ AF が乗ってる6:700が小さくてコンパクトで、えー、非力な私でも使えるかもしれないというふうに悩んでいるんだったら話は別ですそうじゃないならば迷わず α7:R5 を買ってください これも一択でございます、すいません、もうはっきり言っておきます、これは。はいですね。うん、そんな感じでございます。はい、そんな感じ、ね、ちょっとすみません、厳しい言い方をしまして、申し訳ないです、はい、購入の参考になればと思いまして、はい、一応レビューの、はい、APSC に厳しいような、<laughs> じゃ厳しいと、事実を言っているだけです、孝太郎さん、これは。はい、ここ、嘘ついてもしょうがないです、はい、正直言って。もう明らかですよ、これは。これ、後で言いますけど、もう明確です、これは。うん、あのソニーが WS 体制を取ってないですから。はい うん、これ、本当でしょ、これも。うん、ね、ソニーが APS-C とフルサイズで、もう明確な WS 体制を取ってるならば話は別なんですけれども、そうじゃないのも明確なんで、ここも本当です。はい、これも嘘ついてもしょうがないです、実際、アルファって出てる機種がほぼいはい、ほぼ1機種しかないですからね、まあ、2機種、まあ、6400と6600っていう考え方だったら、一応2機種になるんだろうけど。はいそううですうーん レンズも含めて70万しか出せないとかだったらどうなるんだろう。いや、別に今出さなくて、後から出せばいいじゃないですか、全然。うん、後から出せばいいですよ、それは。例えば、じゃあ、生涯において、もうこの一発70万しかないっていうのは別ですけど、そうじゃないじゃないですか。この後と、ちゃんとまた貯めて変えたりするわけなんで、まあそこに関してはまた話は別でございますね。はい。ですね。うん。軸足がっつりフルサイズ、もうこれ明確です、これは。 誰も言わななないいんだよねねこここれれれ俺よくないと思うなこれこれどうなの、深瀬君これってもう明確なんでしょ、ソニーはさ。でしょうね。すごい、そこめちゃくちゃ俺もやもや,もやするの、俺ここの部分って関してさ、なんかもうあたかもダブルエース体制みたいなこと言うんだけどちゃうぞと、はっきり言いたいです、これに関しては。じゃあ AP、APS-C の GM が出ないとなんなのって話やんでしょ、そんだけやってんだったらそ出すべきでしょと俺は思うよ、だけど出さないじゃん、それは、うん。でしょ、APS-C って G レンズまでしか使えないんですよ。 その要はえとネイティブの APS-C はね、うん、GM が欲しかったらフルサイズを使ってくれっていう話やんか、そちゃうじゃん、それ、APS-C の小型化を阻害してるでしょ、それって、だったら APS-C でそんだけ本気だって言うんだったらね、ソニーが、周りの人間もそうですよ、そんだけ押してていいって言うんだったら、ソニーは APS-C 用の GM を出すべきです、これは。 で出して、ボディもそれに相応するものが出るならば、僕はダブルエス体制で、ソニーも APSC をマジだと認めますよ、多分それ、俺、多分買います、それ、もし出たらそれは、買います、だけどそうじゃないってことは、明らかにヒエラルキーを作っておって、要は階級社会作ってるいけど明確に、こう、本当でしょ、これは。まあ、実際誰もね、前回の、うん。思うでしょう、これは言ってもらえいいですね、正直。それは2人でそういうふうに思って、ああいうふうな発言、を2人で合わせてしました、ね、ここ絶対に言ったほうがいいです、これに関しては。あのユーザーの不利益になります、こうはっきり言っておきます。はい です,うん、ですね。他社は違いますよ。APSC 全般を否定,否定,否定してるわけでは全然ないです。例えば富士山はガチですからね。あそこはもう本当にダブルエス体制撮ってます。APSC の XT シリーズ。あとは、えー、っと中盤ですよね。あそこはダブルエス体制、本当に撮ってるんですよ。両方ともがっちり、本当に力入れてます、本気で。あの両方ともマジです、あそこに関しては。専用レンズさんて出てますからね。なんですけども。 そうじゃないっていうのは、これ本当なんで、ここはみんな知っといたほうがいいし、僕もこれは言い続けます、どんなところでも、ここに関しては。はい。ですね。うん、すみませんね、ちょっと水をさしてしまいました。申し訳ない。まあでも、俺、今日発言したからね、うん、がっつり水さすぜってちゃんと予告しといたからね、今、さしました。はい。はい、<laughs> ですね。はい。です。うん、否定してるわけでは全然ないですよ、全然。ただ、本当のことを言ってるだけで、事実をね。うん、ここ隠したくないんですよ、こういうの。なんか、嫌なんですよ、すごく。 なんかみんなでなんかそういうのなんかぼんやりした感じでさあの分かってるような分かってないような感じのふうな発言するのが僕はあんまり好きじゃないんで、うん、これでも僕はだいぶ抑えていってますけどね <laughs> 一生公の場所なんでと、はい、いうことでございますね。うんうんはい ちょっと質問コーナーになっちゃうけど、大丈夫はい、いいですよ。えっと、犬犬さん、この中で初歩的な質問をせしてください。換算が同じ焦点距離の場合、えー、ソニーフルサイズのスーパー35、はい、まあフルサイズですね。と AP、APS-C での、えー、と解像度以外の画質の違いはありますでしょうか。物撮りをしたいのですが、パースペクティブ、歪みなど同じと考えてみるんですが、まあレンズ次第じゃないですか、これ。 まあ俺は物撮りするときはちゃんと APS-C の機種選んで撮ってますよ、うん、そういうときはちゃんとある程度的に、まあ、あのいわゆる被写界深度が深いというところで、うんえー、ちょっとでもピン,、えー、ピントがたくさん入るということで、うんえー、これはセンサーサイズが小さければ小さいほど深度は深いです、はい、で大きくならばなるほど深度が浅くなるので、えー、フルサイズと APS-C で比べた場合 物撮りをする場合は APS-C の方が有利という形でございますけどもでも私は別に物撮りでもフルサイズを使ってますフルサイズのカメラが物撮りができないというわけじゃないんですが2つあったら僕も多分 APS-C 使うと思いますから使い分けてるってだけです両方持ってって持ってるならばただそういうふうに使ってるわけでスーパー35で物撮りを撮る俺からすると意味がない。 僕もそう思います、それだったらフルサイズで普通に撮って、あとでフォトショップでクロップすればはいんだけど、スーパー35とはただ単に外を捨ててるだけなんで、光学の中で、ただのクロップなんですよ、あれは。何も変わんないです。ただ、APS-C のセンサーの方が、APS-C のレンズかな、の方が振動が深いんで、ちょっとだけね、深いので。 F 値の観察すれば分かりますよね。例えばじゃあ AP、APS-C のレンズの F2.8 っていうのは、フルサイズ観察で F4 に近いわけですよ、要は。うん、F2.8 で F4 の振動が得られるわけですよ、要は、そこに関しては、まあ。そこの仕組みを知った上で、た、え、だ、ー、ただ、まあ、一つ言いたいのが、被写界振動ばかりがすべてではないですよっていうのも一つ言っておきたいです、それは。やはり選べるレンズの種類。 ですよね、あとはやはり解像度の問題ですよねやっぱりより細かく写るってとこもあるのでその何か一点のところに集中してこの機能がいいからということで、えー、向いてるからということで使う,って,いうのっていうのはちょっと危険なのかなっていう写真僕は結構これ常々言ってるんですけども写真っていうのは僕は総合力だと僕は思ってますあの一点の突破するものではないと思ってるんでさまざまな要素を取り入れて、えー、自分に果たして何が必要なのかと。 まあ言うても震度が100%だといいならば僕はマイクロフォーサーズで撮ったほうが僕はいいというふうに極論ですよ、これはあの僕は思うしボディとレンズを選んだほうがいいというふうに思ったりはそうね絶対ピントが深いからね倍だからね気にする人はねそっちのほうがより,よりピントがめちゃめちゃ入ってるのが欲しいんだったらあのフォーサーズのほうがいいけどもじゃあ フルサイズのものとか、ラージセンサーのものと比べると、当然それで、えー、要は諦めないといけない部分も当然あるわけなんで、そことの天秤をうまくかけていくわけですよね、ここに関しては。はい。ですね。うん。そんな感じでございますね。はい。